はい、というわけで、ちょっとね、スタンダードを見直したいなと思って、います。で、はっちゃん、最近気になってるスタンダードとかありますか？はい、よくやってるのが「アイル・クローズ・マイ・アイズ」です。I'll close my eyes ね。いいはい曲ですよね。はトいランペッターの方よくやられますよね。はい、その、この、I'll close my eyes ですね。この人は、この曲を作った人は、どういうシチュエーションで瞳を閉じたんですかね。まあ歌詞とかわからないんで、よくわかんないですけど、まあ目を閉じるっていうと、なんかね、いろんなこう、自分の心の中をしっかり覗く時とか目閉じたりしちゃいますよね。嘘つく時こう、左上見たりするって言いますけど、まあ目を閉じる。なるほどね。どんな感じでやりましょうか。はい、なんでおかしかったの？ なんて言ったらいいのか。そういうのもあれですよね。そうなんですよ。悩みますよね。伝え方とかスタンも、ダードを一緒に人とやるときに。はい、テンポで、どれぐらいのテンポとかっていうのを、アンダンテとか、アンダンテでいい。クラシックの経験のある人はアンダン80テです。で。リズムトレーニングしてる人はテンポ133でってみいたいうな。人もいました。いますよね。ね。いろいろいますよね。あと雰囲気だけ言う人ね。はい。森の中で涼しい風を頬に受けながら、みたいな感じで、みたいな。どうやったらいいんだ、みたいな。まあ、大体、そういう時はゆったりテンポ。僕はギター弾けるので、こんな感じでって、イントロ弾いちゃえば、いいと思うんですけど、あと、イントロみたいに吹き始めちゃったりね。何がやりたいんだか全く頭どこなんだみたいな人もいますけど、知ってるテーマの曲だったらそのままずらーっとね。で、まあ、最近お客さんのいるライブがないけど、例えばカップルでお客さんが来てたりなんかすると、この2人いい雰囲気にしてしまおうみたいな、気持ちで弾くこともムーディーな。ありますね。この人たちも帰りに、もじもじしてた男の子がプロポーズするぐらいのムードを作ってやるかみたいな。昔自分が狙ってた女の子が男の子と一緒にやってきて、でその時にちょうどすごいいいバラードが曲順で演奏したら、2人がまったりしてしまったという地獄のような 地獄だったんです地か？獄ですよ。いや、自もう分がもう気に入って狙ってた女の子がそこにいるのに、でその子にいいムードになってほしいんだけど、その子が気に入ってた男の子と来てたわけだから。2人はどんどんいいムードになってて、で僕も苦しくなってくるから、どんどんいい演奏ができちゃうんですよ。ミュージシャンとしてはもうバッチかっこいいじゃないですいや、か。最悪ですよそうですね。か、かっこいいですよ。いや、かっこよくないと思いますね。かっこいい自のは分彼の女が一人で来て、今日はあなた素敵だったわと、もう私瞳を閉じちゃうわみたいなね。僕のために瞳を閉じてくれと。いいじゃありませんか。そんな青春もありましたが、さ、40代ぐらいで終わりましたね。最近はもうそんなこと考えず、でもいろんなものが感じ取れるいい曲ですよね。やってみましょうか。
ね、カップルでこれ聞いて、いい気分になってくれる人もいたらいいなと、逆にじゃないけど、なんかね、昔のそういう時の雰囲気を思い出していい気分になってくれる人がいたらいいなと思います。今日の、まあ、1回目ですけど、スタンダードを味わう、なんか題名考えましょうね。スタンダードの森とかね、嫌ですね、はい、ジェットストリームつながりましたからね。なんかスタンダードを味わう、味わう、なんかいい題名を思いついたらいいと思います。皆さんからも募集したりなんかしたりしてね。あと一緒にやりたいなみたいな、あの譜面持ってきてくれれば僕伴奏しますので、僕の知ってる人でも知らない人でも、こんなのやって YouTube に流したいっていう、あの基本的にね、仕込んで仕込んで完璧なものっつんじゃなくて、遊びに来て一曲弾いちゃうみたいな、今日みたいにね、はいはい、準備も整ってない方がいいです整あんまり整ってるとね、はい、あの仕事仕事しちゃう音楽はあんまり今はやりたい気分ではないので、ただただ音楽仲間と、知ってるスタンダード味わうと、はい、いうことをやってみたい。うまいとかね、うまくないとな全然関係ありません。はい、音楽を愛する気持ちがあれば、一緒にね、演奏する人と一緒に、そして聴いてくれる人と一緒にその曲をめでるというね、はい、感じでやっていきたいと思います。それではまた。はっちゃん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、突然の振りなのにね、あのやってくださってありがとうございます。ありがとうございます。ではまたいつかどこかで、また UFO